ーダーは。こっちに転がせれば一番いいかな。で全部来たから。ギュッて握っちゃっていい。じゃないと指が曲げちゃうから。やるんだけど。じゃあ集合してください。はい。練習から始めてると思います。じゃあ、久しぶりの方とか初めての方とかいらっしゃいますので、自己紹介してから始めます。お名前と年齢と得意なポジションと、じゃあ好きなプロ野球チームと、じゃあお願いします。はい、菊池33歳です。よろしくお願いします。佐藤練習します。横浜ベスターズが好きです。よろしくお願いします。世代32歳、猪狩です。ポジションは全部守れるように頑張ります。好きな球団はセ・リーグはベイスターズ、パ・リーグは日本ハムファイターズです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。小山です。年齢48歳です。時のポジションは外野です。好きな、チームはベイスターズです。よろしくお願いします。はい、で今聞いてもらって分かる通り、年齢もすごく幅広くて、野球歴もすごく幅が広いです。年齢は上の方に合わせて、野球歴は下の方に合わせて、気がなく楽しくやってください。で今日人数多いですので、くれぐれも怪我なくね、周りに配慮しながらやってください。お願いします。はい、じゃ体操しますので、広がって、手を当たらないようにお願いします。はい、引いてもらったカード、赤組と黒組です。でここに書いてある番号がそのまま打順になりますので、しっかりと各自で覚えてください。で1番を引いた方、ね、グランドリーダーとなっております。グランドリーダーは、練習が終わったら、グランドの、グランド整備状況、物品の片付け、ゴミが落ちてないかを確認して僕に報告して終了となりますので、お願いします。はい、じゃあお願いします。
ったカード、並んでください。赤組1番から黒組1番から順番に並んでください。ルール上まで、ルール上まで、じゃあ今日これがチームになりますので、番号も各自で、ね、覚えてください。しっかりお願いします。じゃあ前後しっかり覚えてね、滞りなくお願いします。じゃあこちら今日赤組はじゃあチーム、はいはい、じゃあチーム原田選手です。原田じゃあ黒組はあの平田さんで、平田さんあれ平田対平田なんです。面倒くさいの分かりづらいと思う。平田対平田ね、お願いします。これからボールリレーを行います、ここがスタート地点です、ポールまで行ってポールから曲がってセンターのあそこの小窓ですね、あそこが、片道のゴール、そのまま往復します。でミスしたらミスしたところからやり直してください、勝ったチームが、高学生の先行高校、練習の、内野外野を選びますので、ガチでお願いします。じゃあ、はい、はい、じゃあ、秋尾君の号令で1分後にスタートします。わからない方は前後の方教えてください、はい、お願いします。ありがとうございます。Thank you.
じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。今日も楽しくやれたと思いますので、お疲れ様でした。ただ1点ね、気づいたんですけど、公式交代の時ね、外野いないよって毎イニング言ってたのでね、事前に決めとくなりなんなりちょっとしてね、時間もったいないですので、そうやって1個無駄にすると一番最後の人の打席ってどんどんなくなっていくということですので、ね、しっかりねこれはお願いします。はい。はい、で、来週は、ホエールズが、公式戦で、ちょっと来週はお休みさせていただきたいと思いますので、再来週、5月5日が、一応11時15時で、ここの B 面撮ってますので、もしご希望があれば、また丸尾さんにお願いすればね、入り特地なんかもやってくれたらなと思います。一応9時からも、ちょっと仮で押さえてありますので、まだね、お願いしてください。はい。じゃあ、今日は以上です。どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、気をつけてやってください。は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 い。5万円くらいの私です。はい。